卓球女子でパリ五輪代表の張本美和は、4月から神奈川、政策国際校横浜へ進学し、初の五輪に挑む。五輪団体要員の3枠目入りした15歳は、この日までにスポーツ報知の取材に応じ、急成長を遂げた中学3年間を振り返り、高校1年生の夏に迎えるパリ五輪へ、金メダル獲得の誓いを立てた。高校1年生の夏に最高の思い出を残したい。 長本の声は弾んだ今はパリ五輪が一番楽しみたいし目指すのは金メダルしかない競技に専念するため選んだのが登校して授業を受けたり遠征先からオンライン授業と学ぶために様々な選択ができる高校だった先輩にはフィギュアスケート男子で22年北京冬季五輪銀メダリスト鍵山優真もいるなど頂点に向け環境は整った 中学校3年間で急成長を遂げた長本は地元仙台市の小学校を卒業すると強くなりたいと決意しジュニア育成機関の木下アカデミーに入校するため神奈川に拠点を移した最初は卓球より学校の方が心配で友達がいない新しい学校で生活できるのかなって卓球も環境を変えたからには成績もついてこなければ多分続かないなと思っていて 最初は不安もありながらでした、競技では1年時の21年、全国大会で優勝、2年時の22年からは国際大会に積極参戦し、世界ランキングは県外から自己最高の12位、1日時点に躍進。この3年間で急成長を遂げ、シングルス代表の早田ひな、平野美宇に続きパリ五輪リの団体要員の3枠目をつかみ、兄、友和との兄弟出場を決めた。 1> 中1の時は死の大会に出たり、トップ選手と戦っても絶対に負ける、今の自分のことを言ったら多分信じられないと思う。でもその時から目標は五輪と決まっていた、中2の頃から海外の試合に出させていただいて、そこからは何をしたというよりなんとなく見る世界が変わっていきました。小学時代からにに健康、2に勉強。 三に卓球という両親の教えの下、通っていた神奈川、川崎市内の中学校でも学業との両立を続けた。テストも課題もそう、自分の中で勉強をしないといけないというのがあった。小学校の時は算数が好きだったけど、中学では歴史は学んでいて楽しくて社会も好きで。試合で欠席する日もあったが、先生や周りの方が全面的に支えてくださって、感謝しかないです、新しい門出を祝福された。 3月に取り行われた卒業式は海外遠征のため出席できなかったが、後日、少々受け取りに行くと、張本だけのために先生が、式を行って笑顔で見送ってくれた。自分の中では本当にあっというまですごいスピードで駆け抜けたという感じです。先生方のおかげで卒業できたと思いますし、感謝の気持ちでいっぱいです。7月26日開幕の五輪まで4ヶ月を切った。 高校生と中学生とは、生活や見られ方も違うので楽しみ。新しい生活が始まり、胸躍る春、張本は少し大人びた表情で、まっすぐに夢舞台を見つめている。張本美は張本美は2008年6月16日、仙台市出身。15歳、元選手でコーチの父、うさん、母、りさんの影響で兄、友和20二十、 に続いて卓球を始め、3歳で大会に初出場。小学生以下の全日本選手権で2度優勝。22年からシニアの国際大会に参戦。初出場した2月の世界選手権団体戦で銀メダル。世界ランキングは日本勢3番手の12位。T リーグは木下アビエル神奈川に所属。ミニシェイクドライブ型、身長164、5 c m